この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、かつてワールドカップを制覇したこともある帝国ドイツに日本が勝利。カタールワールドカップで勝利したドイツから4対1という大差をつけて再び白星を手にした。日本は史上初の優勝国から連勝を飾る快挙となった。ワールドカップ以降、勝利を重ねることができていないドイツ代表にとって、その悪夢のきっかけとなった日本代表と勝負をすることは、大きな意味があったが、まさかの大敗。かつてサッカーで栄華を極めていた王国のミルも無残な敗戦に、海外のメディア、特にドイツのメディアからは驚きの声が多く上がった。リベンジに燃えたサッカー大国に、森保ジャパンは返り討ちしてみせた。現地9月9日にボルフスブルクで行われたドイツ代表との国際親善試合で、日本代表は4対1で勝利。手に汗握る攻防戦を制した。昨年11月のカタールワールドカップのグループステージ初戦で対戦した際には、2対1で逆転勝利を収めていた日本。世界のヒノキ舞台で得た自信は本物だった。11分に菅原雄星のクロスに伊東純也がニアで合わせて先制した日本は、19分にエロイ・ザネに同点ゴールを献上。しかし、25分には右サイドを切り崩す、鮮やかな仕掛けから、最後は上田綺世がワンタッチシュートで合わせてリードした。迎えた後半はドイツが攻勢を強め、押し込まれる場面が増えた日本。それでも球際で粘り強く応戦し、相手にチャンスを許さず、89分には速攻で抜け出した久保建英の横パスを浅野拓磨が危なげなく決めて突き放すと、その3分後には久保のクロスを田中碧がヘディングでねじ込んでダメ押した。堅守速攻のスタイルをやりきり、見事に強豪国を相手に勝ち星を挙げた日本。一方でカタールワールドカップ後の5試合で1勝1分け3敗と不振に陥っていたドイツにとってはまさに痛恨の敗北と言えよう。カタールワールドカップでの敗北に対するリベンジという意味でも、ドイツにとってこの日本戦は負けられない戦いだったわけだが、眼前に立ちはだかる相手の堅牢を崩しきれなかった。まさかのサッカー帝国ドイツの2連敗。そして大差をつけられてしまう内容には海外メディアからも驚愕の声が飛び交っている。アメリカのスポーツ専門局 ESPN アルゼンチン版は、日本のゴール、美しい動きの後、ボールが上田に入り、手足提言はノーチャンスに終わった。ビジターチームが圧倒的な強さを見せ、ホームチームのパーティーを台無しにするため全力を見せている、と伝えた。その一方で母国メディアからは厳しい論調が飛び交った。サッカー専門誌、キッカーは、1対4の大失態と見出しを立て、自国開催の欧州選手権に向けた準備が始まるはずだった。しかし日本に対して、屈辱の負け。攻撃面では想像力に欠け、守備面では非常にミスが多かった、と報じた。フランクフルトに拠点を置く日刊誌、フランクフューチャールントショーは、ドイツ代表の恥ずかしいパフォーマンスに、口笛やブーイングが飛び交った、と地元ファンによる反応を紹介。その上で、今夜のボルフスブルクでのドイツのパフォーマンスはひどく低調だった。後半は敵陣に押し込んだが、全くと言っていいほど突破ができなかった。さらに魅力的なボール回しすらできなかった、と酷評した。ドイツメディア、ダーウェスティンは、昨年のカタールワールドカップ以降、ドイツ代表の状況は芳しくない。特にハンジフリックは批判されている。後任監督については、すでに様々な憶測が飛び交っている。だからこそ、ドイツ代表にとって日本とフランスとの国際試合は非常に重要なのだ。おそらく、2回の敗北で監督は終焉を迎えるだろう、と言及。フリック監督体制は2回負けた時点で終焉だと、持論を展開していた。さらにドイツの日刊誌、ビルドは、日本がドイツに屈辱を与えたと試合を総括。序盤から精力的にハイプレスをかけて日本を押し込んだドイツだったが、10分を過ぎた頃には勢いが沈静化した。逆に三笘の左サイドを軸に攻撃を形とし始めた日本がテンポを上げ、11分にドイツは左サイドを崩されて最後は伊東に決められてしまう。ドイツ守備陣の選手間は明らかに間延びしていたことから嫌な予感がした。日本は後半になって自陣で守る時間が長くなり、ドイツはパスを回すが隙はなかなか見当たらない。逆に守備は簡単に突破を許して、
ピンチを迎える場面は少なくなく、とりわけキミッヒが三笘に翻弄されるシーンが続いた。終盤は日本の守備も緩慢な場面があったが、ドイツはそこにつけ込めず、あろうことか最終盤に2失点を喫する低たらく。信じられない。終始日本がコントロールしていたゲームだったと試合全体を総括。日本は完全にドイツを崩し切った。スタジアムにはブーイングと口笛が響き渡った。それほどまでにドイツは完全に崩壊したのだ。全く良くないパフォーマンスで、ハンジ・フリック監督は考え直さなければならないだろうと糾弾した。ドイツに勝利した日本はベルギーに移動。来週火曜日にはゲンクでトルコ代表とのテストマッチに臨む。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょう。前半は攻撃的に出て良い形の攻撃を見せて2対1。後半は守りに入りながらも要所要所でカウンターや繋いだりして2対0。結果失意1。日本サッカーは加速度的に進化している。最初のワールドカップから25年ようやく日本サッカーの強化プランが実を結んだのだと思う。個人的には MVP は冨安だが、みんなが共通認識を持ってプレスをかけてドイツをはめてる姿は爽快だった。次のワールドカップに期待です。強豪国とはいえ、チームの状況が低迷していると対戦相手としてもう怖くない。日本は選手層が完璧に厚くなった。全てのポジションで個々のレベルも上がっている。しかしやはりここぞという時の冨安の存在が大きい。相手の勢いを止める守備は価値が計り知れない。失点の時は裏を取られたが、全体が連動した守備もワールドカップの時よりも一層安定しただろう。今日のような代表戦は早朝でも本当に見る価値がある。こんな結末になるとは一体誰が予想をしたことでしょうか。前回の試合では日本がドイツに勝利したことが奇跡との声が多く上がっていましたが、今回の試合ではドイツと互角に打ち合いを展開した上で大勝。日本国内からは歓喜の声が多く上がっていることでしょう。私自身もこの内容には驚きと歓喜でいっぱいです。素晴らしい試合を見せてくれました。史上初めてドイツから4点を奪って勝ち切った日本。その快勝劇は世界に衝撃を与えた。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。